セットバック。はい、こんにちは、レトスのです。今回なんですけれども、セットバックについて解説させていただきます。宅建業者だったりとか、建築業者、建設業者、勤めてる方だと、セットバックって言われたら、あのことねってね、わかる方多いんですけれども、そうじゃない方っていうのは、本を読んでもちょっとね、イメージしづらい部分っていうのがあるんですね。なんで、ちょっとそれをですね、噛み砕いて、具体的にわかりやすく、解説できればなと思っております。まず、セットバックを考える上で、まあ、宅建の試験でもよく出てくる、二項道路っていうね、言葉があります。二項道路。これをね、ちょっとまず頭に入れてほしいんですね。で、これは、本日の3問、まあ、メルマガですね、弊社のメルマガ読んでいただいている方は、もう何回か出てきているので、わかっているとは思うんですけども、これもね、ちょっと、復習がてら、解説させていただきます。まず、建築基準法上の道路っていう、言葉があるんですよ。いわゆる、法律の中でも建築基準法っていう法律があるんですね。また道路法っていう、法律もあるんですよ。この道路法の道路と建築基準法の中にある道路っていうのは意味がちょっと違うんですね。建築基準法で定められた道路だとすれば、ここの道路の道路に接している土地は建物を建てることが、まあ、基本的にはできるんですね。で、もしその建築基準法で定められていない道路の場合は、その道路に土地が接していたとしても、建物を建てることができないんですね。だから、まあ、一般的に土地買いますっていうと、建物を建てるために土地買うじゃないですか。といった時は、その前の道路が建築基準法で定められた道路、建築基準法上の道路って言うんですけども、なのかどうかがすごく重要になってくるんですよ。で、まあ、一般的に広い道っていうのは、もうそれは建築基準法上の、まあ、道路として、まあ、大体、考えていいです。つまり、4メーター以上の道路ですね。幅員が、幅が4メーター以上の道路であれば、まあ、基本的にはもう建物建てることができるんですよ。一方、このね、3メーターだったりとか、いわゆる4メーター未満の道路だと、そこに接している土地、建物建てれない場合があるんですね。ただもうね、現にずっと建物建っているっていうようなところについては、特定行政庁、まあ、例えば知事さんだったりとか市町村長ですね。まあそういったところが指定するんですよ。これは、もう建築基準法ので定められた道路でいいよ。狭いけどもいいよって定めることができるんですね。これを二項道路って言うんですよ。4メーター未満、かつ特定行政庁が指定した。道路を二項道路って言います。つまり今これね、特定行政庁が指定しました。3メーターなので、通常は建物建てれないけれども、特定行政庁、まあ、知事とか市町村長が、これ OK だと、建物建ていい、いい道路にしましょうって指定すれば、ここのね、道路に接しているこの2つの土地は建物建てることができるんですよ。ただし、建物を建てる際の、ちょっと一つルールがあるんですね。で、それがこれからお伝えするセットバックなんですよ。狭いですよね、とりあえず。狭いので、ここのね、道路に近づけて建物を建てられると、まあ、不便なまんまなんですよ。だから、この道路の中心線から2メーター後退した、つまり2メーター自分の土地側にこう寄った部分っていうのかな。ここがもともとのね、自分の土地なんですよ。そこから、この自分の土地があって、道路の中心から2メーターこうね、自分の土地側のここの線、この境界線から道路までの間、これをセットバック部分って言うんですね。で、この道路の中心線からこう交代させる、これがまあセットバックっていう意味なんですけども、この部分は敷地面積に入れないんですね。敷地面積に入れない。で、今回で言うと、これ3メーターの中心線ってことは、まあ、ここからここまでの幅が 1.5 メーターですよね。1.5、1.5 じゃないですか。半分で割ると。1.5 メーター、1.5 メーター。さらに50センチ後退させると、ここで2メーターバックしたことになりますよね。だから、ここは50センチ部分あるんですよ。自分の土地があって、道路から50センチ下がった部分。この事例で言うとね、この事例で言うと50メーターだけ下がった部分が、セットバック部分として、敷地面積に参入できません。入れません。つまり、例えば、自分の土地が150平米あったと。
セットバック部分っていうのが30平米だったとすると、この土地っていうのは120平米しかないですよね。一応ね、ここは私有地です。自分の土地だけれども、ここはもう建物建てられないんですね。建物を建てることができません。つまりこれから道路を広げていくんで、ちょっとこの部分あなたの土地だけども譲ってくださいよって話なんですよ。県とか市とかがね。だからこの部分建物建てないでと、まあ、いうようなイメージですとなってくると、これ敷地面積っていうのは、まあ、土地の面積自体は150平米だけども、敷地面積は120平米なんですね。これどうなるかっていうと、憲兵率とか容積率にこれね影響をしてくるんですよ。例えば憲兵率が 50%、 容積率が 100% の、これは土地だったと仮定しましょう。150平米の 50% なので75平米ですよね。つまり建築面積、いわゆる建物を上から見た時のこの建物の下の面積あるじゃないですか。土地に接している面積ですね。まあ、厳密に言ったらちょっと違うけれども、まあ、それに考えても全然問題ないです。宅建式レベルであれば。その土地が、建物に接しているこの面積の部分が75平米まで OK ですよ。ってなってるんですよ。一方、120平米にこれ敷地面積が減ってるわけですよね。この部分入れないんで。そうすると60平米までしか、これが半分、60平米までしか建物建てることはできないんですよ。また、容積率 100% と仮定すると、延べ床面積、つまり、建物の床の面積を全部足したものが延べ面積なんですけども、延べ床面積っていうんですけども、その合計っていうのが150平米までなんですね。100% だと。まあ、200% だったら300平米なんですけども。まあ、今回、100% なので、150平米まで。つまり、もともと、150平米。まあ、50% 建築面積、憲兵率が 50% なんで、建築面積が75ですよね。で、これ2階建てにすれば75、75で150なんで、それ OK だったんですけども、今回、減ってるわけなんですよね。120平米に、敷地面積が。となってくると、延べ面積も1階、2階合わせて、120平米までしかダメなんですよ。なんで、下のね、面積、いわゆる、ま、憲兵率でも計算したんですけども、まあ、60平米ですよね、これだと。120平米だ、の 50% は60平米。となってくると、まあ、下が60平米で、上のね、2階も60平米にしたら、ま、120平米なので、まあ、これは OK なんですよね。つまり、ま、もともと、延べ面積が150平米まで OK ですよって言ったところが120平米まで減るわけなんです。まあ、こういった現象が起きるわけなんですね。だから建物を建てるために土地を買うってなったら、これすごく重要な話なんですよ。このセットバックっていうのは。普通だったらこのね、この土地の面積 150平米だから、これに憲兵率かけて、さらに容積率かけたら、建築面積だったりとか、延べ床面積とかを計算パッとできるんですけども、これが含まれていることによって減るわけなんですね。よりちっちゃな建物しか建てられなくなるので、いわゆる土地の買い主とかにとってはすごく重要なことなんですよ。だから広告とかにはこれ絶対載せてくださいねっていうふうに義務付けられています。なんで、不当表示法のとかで、そういったね、部分が出てきたりとか、また重要事項説明でもこのセットバック部分があるのであれば、そのことをちゃんと書いてくださいねと、まあ、記載事項になってますんで、まあそういったところもね、関連してきます。なんでちゃんとね、ここは理解しておきましょう。単にね、文字を覚えるんじゃなくて、あ、こういう意味なんだ。あ、これはお客さんにとってこれね、大変なことじゃないですか。だから、それは広告にも表示しなきゃいけないし、重要事項としてもね、説明しなきゃいけないんだなとかね。あと、どのくらいの大きさの建物を建てることができるんだろうっていうふうに、自分でもね、これぐらいは計算をできる。まあ、ぐらいにしといた方がいいと思います。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。